すぐに手当てしますね。ありがとう、ミノ。小鳥さん、ご主人様、はい、目立った外傷は見当たらないのですが、痛ましいです。そのつもりです。ではここでお受け取りしますね。ありがとうございます。はい、また出かけるの？はーい、行ってらっしゃい。リノさんもユズちゃんのところだし、またこの家に私一人か。リョウ兄とユズちゃんのことは応援したいけど、たまには私も構ってほしいな。ご主人様、お忘れ物でも？ありがとう、よ。はい、今はお休みになられています。のはいいんだけど、切実な寝言を聞いちゃったんだって。さっきまでその話をしてたの。うん、なんであんなのと一緒になるんじゃ。わしはゆかに幸せになってほしいのに。
私は皆さんに幸せになっていただきたいです。ゆかさんにもおじい様にもご主人様にも等しく幸せを感じていただきたいのです。ですが、ゆかさんの幸せをおじい様がそう感じていらっしゃらないのは寂しいです。どうすればこの願いは叶うのでしょうか。願いを叶えるんだったらいいの。はい、神社はね、その願いを叶える場所だよね、よ。例えば、私が亮やリノにあげたお守りなんてのも願いを叶えるためのもので、これはどんな願いも叶えてもらえるお守りですか。そうかな。じゃあこれだ。これはどう使うものなのですか。この絵馬の裏に願い事と自分の名前を書いて神社に奉納するの。これリノにあげる。こっちの方がお守りよりも強力なんだよ。ありがとうございます、ユカさん。わかりました。よー、やっぱりかっこいい。うん、何度もありがとね。もともとが大したことなかったし、リノがいろいろ世話してくれたから。
ちしてるよ。すごく丁寧にしてくれるから、ここのところいつもより綺麗なんだよ。そうだね。いらっしゃったのでしたら、お声をかけてくださればよろしかったのです。カエルに睨まれたナメクジ状態が今日でありました。心配はしたくないものですね。すべての皆さんが安心して暮らせるように。はい。でもすぐに叶うとは思っていません。そのためには私自身の努力が必要であるとご主人様に教えていただきました。私にできることは精一杯人様のお役に立つことです。例えばゆかさんにお料理をお教えしたり、こうして鳥さんのお世話をしたり、身近なところから少しずつ頑張って願いに近づけていければと思います。はい。努力を手助けするためのものだと
い。ところで、そろそろお昼時ですが、食欲の方はいかがですか？お一人で大丈夫ですか？お部屋まで。おじいちゃん、照れてる。では、昼食の準備にかからせていただきます。あ、私も手伝うね。はい、では、よろしくお願いしますね。そうか。